はいということで今回は「行方不明」というゲームをやっていきたいなと思いますなんかねこのゲームはなんか探偵になってなんか行方不明の子供を探すゲームみたいなんですけどまあなんか深い内容は知らないので早速やっていきたいなって思いますスタートおっもしもし おう、佐藤。久しぶり。お久しぶりです。山田さんですよね。おう。いじめ探偵 <laughs> いじめ探偵って何だ <laughs>。いじめ探偵ってなんや。いじめ探偵になったそうじゃないか。あの事件の後で辛かったとは思うが、お前はよく頑張っているよ。尊敬する。そういうお前だからこそ今日連絡させてもらった。今回の件については、俺たちよりお前の方が理解できると思うんだ。 詳細は後で説明する。あの交番で待ってるからな。じゃあ。えー、いじめ探偵って何いじめが起きてるかどうかを調査する人ってことなのかなう。WASD で動いて、アクション。懐中電灯が F。はいはいはい。なるほど。で、タブで、インベントリああー、なるほど。 とりあえず、周りを散策しようか。パトーカーがあって。すごい、すごい音がしてるけど。猫の目交番。これ開かないのかなあれなんか開きそうだけど。開いた。こんにちは。来てくれてサンキューな。 <laughs> あ、この人が山田さんなんだ。今日一日で中学生が三人も行方不明になってしまったんだ。一日で。やばいな。船橋と、船橋かな船橋と一緒に子供を探してくれないか船橋は口はあまり良くないが頼れるやつだ。今、交番裏で休んでいる。声をかけてやってくれ。それともう一つ。成功したい時には俺のとこにいつでも来たらいいぞ。 <laughs> この <laughs> 山田さんあの鼻がありませんが大丈夫ですか山田さんあの呼吸はできていますでしょうか <laughs> えっとちょっと一旦セーブしようかじゃセーブがしたいですあすごい顔 <laughs> うんうん

おぉすごいカエルみたいあ,あ急に話しかけてくるのをマジやめてくださいっす心臓止まりますからあなたが探偵さんですかはい、探偵をやっている佐藤です。こんな弱そうな女の人本当に頼りになるんすかねまあ、しょうがないですね。僕ら警察よりも色々と知ってるとのことなんで。手がか,かりになるものはありますかそうっすね。 行方不明のこの一人の友達によると、行方不明になった三人はインターネットのチャットを通してコミュニケーションを取っていたそうなんですよ、そうなんですよね。なのでまずは水木さんの家に行くしかないっす。水木さんの家。お。ふ <laughs> 船橋さん、あの胴体ちょっと、胴体なんかちょっと浮いてない大丈夫ちょっと。 浮いてるる気がするんだよなどうしたどこに行きますか水木の家に行きましょうか、じゃお水木の家。お誰かいるよ、また。太極拳 <laughs>、太極拳してるおじいちゃんいなかったや。ほら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 、ほら太極拳してる。ラジオ体操かなまあいいや。とりあえず、船舶さん。はい。えっ、ー、と。 あなるほどねじゃあもうちょっと見回ってとりあえずここら辺散策しようか天気うっ <laughs> う逆に怖いわ逆に怖いわ <laughs> いやその目で見つめられると逆に怖いしそのなんだろう <laughs> 体の造形も怖いよねこれ家に何の用あの水木さんのこと水木のことなら家にはいませんので家に入れる必要はないでしょ水木がいなくなって私も気が利きじゃないのよ <laughs> ちょっと話しかけないでもらえるあなた警察でもないのに何様のつもりめちゃめちゃ怒ってる でも警察じゃないってことは、船橋さん連れてくれば、話に応じてくれんのかなあ、来た来た来た。一緒に来てくれませんかえ、いいっすけど。僕こういうの苦手なんすよね。お前警察だろ。警察じゃないと話したくないみたいなんです。もう、わかりましたよ。でもどうなっても死にませんからね。あのじいさんも気になるなぁ。 あのじいさんめちゃめちゃ気になるけど <laughs>。ちょっと一旦置いとこう <laughs>。はい、ピンポーン。怖い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 。お母さんが一番怖いって。<laughs> またまたふーん。今回実際のおまわりさんを連れてきたようね。でも連れてきたところで家に入らせることはできないわ。すごい拒むじゃん。さっき警察がどうちゃら言ってたのに。用がないならもうあっちに かた <laughs> くなに入れようとしないか <laughs> くなに入れようとしないこのバ,バアどうしようか船橋残念ですねしょうがないですよねとりあえず次あきこさんのとこに行くっけないっすよねあっ次あきこさんちちょっと周り探索できるのかな え、すごい。おえ待って、犬が。えええ待って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 。え,え嘘でしょワンちゃん死んだわ <laughs>。死んでないのね。びっくりした。ちゃんと息はしてる。かなり老いた犬ね。あ、寝てるだけか。<laughs> もうどう見ても死んでるようにしか見えないけどな、これ。おい。せめて、あの、息はしたライン 息はしたほうがいいんじゃねいかこっちも行けないえー、じゃあそうだな太極拳のじいちゃんとこ行ってみるかえー、なになになにあじいちゃんじゃないわ子供かなるほどこんにちはどうもこの風車のおもちゃは変 どんなに振っても絶対に回らないんだ。楽しくない。おう。君の,君の顔もまた凄まじい顔をしてそうだね。お面に隠れて見えないけれども。えー、上は行けなさそうだね。とりあえずじゃあ次のアキコさんの家に行きましょうか。 えー、アキの家。お、あきこの家、すごいところにあんな。おい。ここも、森じゃねえか。反抗してる。新聞記事1。家庭内暴力か中学生男子死亡。9月14日。 愛知県名古屋市で佐藤匠くん12歳が亡くなっているのが発見された彼の体には無数の傷があり警察はシングルマザーである彼の母親が暴力を振るっていたのではないかと疑っているほう佐藤匠くんえさっきあの太極拳の子が佐藤匠くんかもしれないよねもしかしたら男の子だもんねこっちあ,あそこは家か こっちも行けるけどな。どっち行こうか。ちょっと一旦なんかこれ、これ取れないか。はあ一旦こっち行ってみようか。すごい。灯籠、灯籠だよね。灯籠がいっぱい。ああなんだよこれ、お稲荷さん。なんか稲荷地蔵とかそんな感じかな。 何かお供え物をしてほしいみたいだ。お供え物ほう、なんか取ってくんのかなじゃあ。とりあえず、秋子の家に行きましょうか。ね。こんな森の中に家あったら、ゴキブリめっちゃ開くだろうな。ゴキブリどころじゃないか。ムカデもめっちゃ開くだろうな。えー、こんにちは。 ほとん。誰もいないようだわ。ほう。ってか、そもそもこの主人公のいじめ探偵ってな、なんなんだいじめ探偵って。そのいじめ探偵を教えてほしいんだけど、なん、どういう役割を。うん、待って。誰,誰、誰、誰ばあちゃんじゃない、ばあちゃん。こんにちは。えあ、おばあちゃんだ。<laughs> びっくりした。またなんかお面かぶってんのかと思った。 相変わらずすごいな、テクスチャーが。こんにちは。はやはや、びっくらこいたわ。腰が抜けると思ったわ。どちら様やなすいません。佐藤と申します。あきこさんがいなくなったと聞いたんですが、少し家の中を見せてもらってもいいですかえ、ちょっと待って、ちょっと待って、今さ、話ちょっとずれるんだけどさ、この主人公佐藤って言ったじゃん。えあ、佐藤匠くんの母さんなんじゃないのもしかして。 え、そんなことないかなたまたま同じ名字ってことまあ、いいや。あれ怖い。あきこ大丈夫なんかいな。すごく心配しとるんやさ。あきこ探して見えるんか。すんませんな。あきこ頼む、頼むさな。家は好きなように見ていきなさい。家の中に入ってもいいということだろうか。ありがとうございます。ほう。すげえスロー。 爆速に遅い。<laughs> 爆速の遅さ。このスピードで動いてた1日がまるで4時間くらいで終わるだろうな、これ。じゃあ家探索しようか。こっちも入れんだよな。ちょっとこっち行ってみ、み、あ、影がかかってんのか。なるほど。じゃあ入ろっか。じゃあ入るよ、おばあちゃん。 はい、入りますおおでこっち入ろうか鍵がかかっているあのおばあちゃんなら何かしてるかまたおばあちゃんに会いに行くのかよあ、こっち入ってるすごいカップラーメンの量すごいえ、壁も汚ねえ。おばあちゃんこんなとこ住んでんの ちょっと掃除した方がいいんじゃないのわあちゃん、こ黒いポリ袋もすごいし、これなんかろくなことないよね。完全に自炊してないし、ゴミも捨てないし、お弁当だけめちゃめちゃ綺麗にあ,あんな。めちゃめちゃ新品のコンビニ弁当があるけど。こう森なのに森なのにコンビニ弁当あんのこれ。どういうことやねん 電子レンジ。ああでも特になんかおかしいところはないな。テレビだけブラウン管ってところ。なるほど。こっち開かない。こっちも開かない。上は上も行けない。上もすごいな。なんか聞こえる。 じゃあおばあちゃんのとこ行ってみようかおばあちゃんちょっとあのあそこの扉開けてほしいんだよはやはやいくらこいたわこっちもいくらこいたわ腰が抜けると思ったわどちら様やなえさっきお会いした佐藤ですがやばい認知症入ってるおばあちゃんおばあちゃんも認知症入ってるわだからあのゴミも出せなくなっちゃったのかなそうやったか 出しん出し感な、出しんなってどういう意味出しんな、あんたが覚わらん顔やもんでいやさ。ところで、アキコさんの部屋の鍵がかかっているのですが、どこにあるか知りませんかダメだよ、おばあちゃんも認知症だから。もう絶対覚えてないって。そんな話はほら。ほらな。絶対知らんって言うてる、そのポケットに実は入ってたりするんじゃないあー、そうやけどさっき、そこら辺に鍵たりののが起こったような。 そこら辺そこら辺ってどこそおばあちゃんの言うそこら辺ってどこねえ、おばあちゃん。そこら辺ってさ、人によって尺度が違うからさ、どこら辺なんここら辺なんえ、どこそこら辺に鍵みたいなのがっこってる。そこら辺。ここら辺に落ちてるのあとここは開かないしな。 あ落ちてる落ちてる。鍵ゲット。でこれこっちの鍵ではないのかこっちの鍵ではないんだな。なるほど。じゃあもう一回入ろうか。入る。じゃあ開けるよ。 あのおばあちゃん何か知ってるかも。えっと、鍵を装備して、はい。ほう。あきこの部屋。あ、また鍵だ。黒、黒い鍵。あ、ラジオが流れてたのか。で、バッグもあると。すごい、え、結構かっこいいおし、おしゃれなイラストだな。 ちょっと欲しい。ちょっと欲しいかもしれない <laughs>。このイラスト <laughs>。ちょっとバック見ようあ、なんか書いてある。えなん、なんとか死ね。なん、なんて書いてあるんだろう。なん、なんとかわかんないけど、なんか死ねって書いてあるな。えーっと、こっちもなんか書いてあるけど、ちょっと読めないな。なんかちょっといじめられたっぽいね。 死って書いてあるし、ちょっと、ひどい略がさいてある。かわいそうに。うん。え、何の何の声だ んどっちだこっちかこっちか電話。もしもしどちら様でしょうかかすかではあるが、誰かの歌ご、歌い声が聞こえる。ん誰か来てる。 こんにちは。あら。どうしたのお母さんとお父さんはいないのかない。えいな。いつ頃帰ってくるかな何持ってるの犬。確かに犬。なんて書いたんだ美味しい犬ごはん。ドッグフード持ってんだけど、この、この子 <laughs>。 なぜ <laughs> あ、さっきのあの、なんだっけ水木の、水木だっけ水木の家の犬にあげるのかなこれ。なに犬の餌なんで犬の餌なんか持ってるのねえ、降りてこないこれ以上話したくないか。でもあまり警戒はしてなさそうね。ほう。え、このなんか犬の餌が後々となんかつながる気がするけど、 で、てかこの子いった誰なんだこの子誰やねん。もういいか。一旦ちょっと外の鍵開けに行こうか。はい。外に出ます。開けます。はい。そしたら、鎌とかあるけど、お守りか。お守りをゲット。あとは、 特に壺の中に入ってる感じではない。ほう。えー、このお守り何に使うんだろうあ、あの女の子に渡して、もしかしてドッグフードと交換するのかな <laughs> そんなことあるえー、これ、えー、もしかして、このお守り、 欲しいのかい水木のお守り。え、水木のお守りじゃ、この子水木なのかなこんにちは。あ、違うんだ。じゃあ、え、じゃ一旦、水木のお守りだから、水木の家のお母さんにこれ渡しに行こう。そうしたら、多分なんかありそうだよね。ちょっと水木の家に一旦行きましょう。はい。 じゃあえっとみずきのお守り装備してピンポーンーー相変わらず怖いなこれはみずきの大切な守りどうして家を調べることでみずきを見つけることができるっていうなら仕方ないわねみずきの部屋を見てもいいわよおやっと開けてくれたばば入るはい。 <laughs> その体勢なんだほう。玄関があって、お母さんすごいな。メガネの位置。メガネの位置よ。どういう角度で入ってんのこれ、この。<laughs> もう,こう、花粉症の予防メガネみたいになってんじゃん、これ。もう360度防ぎ、げますよ、みたいな。<laughs> <laughs> こんなメガネのやり方あるすごいな、これ。でも若干でもお母さんちょっと鼻あるね。若干お母さん鼻はあるわ。船橋なんかもう鼻一切ないからね、もうまな板だからあいつ。ほう。で上にも行けそう,う。水木の家。水木の家じゃねえ部屋ね。ちょっと水木の部屋入る前に一旦上行こうか。 違うまずはあーお母さんの部屋ねお母さんの部屋の方がちょっと気になるから先入ろうすごいすごい何これかまぼことカニのおいしさにみんな気づくべきだと思う <laughs> どういうことかまぼことカニのおいしさにみんな気づくべきだと思ううんあの多分みんな気づいてる うん。気づいてると思うじゃなくて、もうみんな気づいてるから何も言わないんだと思う。で、このメガネの誰これって、これお母さんもしかして。<laughs> これもしかしてお母さんお母さんめちゃめちゃナルシストやな、おい。ナルシストやし、もうなんかあの思想が強い。かまぼことカニの愛がすごい強いな。でなにこれ立体フェイスマスク立体フェイスマスク めちゃめちゃタイムリーだな、今のこ,このご時世。立体フェイスマーク、マスク手に入れた。ほう。でこれか早く別れて。聖一郎くんと付き合ったこと後悔してるの。本当にありえない。みんなに言うのも恥ずかしいくらい。聖一郎くんはお金もないし、頭もそんな良くない。 うん、まあまあまあでも、うん、人をちょっと性格が良かったりそういうところに惹かれたんじゃないの、うん、人はさ今いろいろあるけどさお金とかさまい、あ、ろんな尺度あるけれどもさ、まあ、まあ難しいよね、うん、スポーツもできるわけじゃないでしょはっきり言って全く釣り合ってないの。 私の人生にあなたは必要ないの。お母さんもあなたと別れるべきって言ってるわ。すごい自分に自信過剰なんだね、水木って。お母さんにめちゃめちゃ似てんな。お母さんにめちゃめちゃ似てんな。ほう <laughs> どうして私の部屋にいるのごめんなさい。私の部屋を見る必要ないはずでしょまあ別にいいわ。そういえば最近水木は友達よく会っていたわ。 確か、かなえちゃんって言ったかしら。かなえちゃんの家に行ってみたらはあ。かなえちゃんち。ちょっとこ、これさ、このポスター、うーん、なんか若干似てるっちゃ似てんだけどな。似てるっちゃ似てるけど、なんかメガネのフレームの感じに似てるんだよな。でもなんか若干こっちのが男っぽいよね。 お母さん、なんか、あ、この俳優さんに憧れてこのメガネしてんのか、お前。なるほどな。ただ、メガネはちょっと360度方向に曲がりそうだと。なるほど。オッケー。立体フェイスマスクを右手に抱えながら水木の家に入りたいと思います。こんにちは。お、パソコン。すげー明るいな、おい。 おう、聖一郎じゃん。彼氏の写真のようね。とても幸せそう。いや、聖一郎めっちゃ好きじゃん。めちゃめちゃ好きじゃん。彼氏、木田聖一郎って名前なのね。おお泣いてる。これか。ちょこちょこラジオがなんか泣いてるけど、これ、あの、水木の声なのかな ああ、なるほど。このイラストは、若干メンヘラ入ってんな。若干水木、ちょっとメンヘラ入ってんな。なるほどな。で、このパソコンはパスワードがないと入れない。パスワードほう。ちょっとりあえず、なんだっけなんか新しい子の家に行ってみようか。名前忘れちゃったわ。外に出るはい。 ちょっと船なし、えー、次えっ、ー、と、かなの家に行こう。